けども、ね、まあ非常に嬉しいことです。もうこうやってね、彼は福の神みたいなもんで、でこの間彼がやってるコンサートの楽屋に訪ねて行ったら、えらい喜んでね、わあ林さんが来た、あ福の神が来たよって言われたんです。僕にしたら彼の方が福の神です。いや、そうし、そうはいい話やな。縁起がいいわって言っておっしゃってた。縁起がいいわ。縁起がいいわ。僕にとってはサクタクも縁起がいい。あんたも福の神、私も福の神、お互いに福の神。こうやって世の中の人がね、お互いに福の神やったらもう本当に平和でいいんですよね。そういうことを目指したいなと思います。それでは、ここで、にわかその3年。私の方にもおめでたいことがございましてな、はい、うちの娘に良い婿さんが来まして、もうめでたいことこの上なしだ。まあ、方々の皆さんからもいろいろとご祝儀をもらったが、ここに妙なお祝いがある。隣の隠居さんからじゃ。あんなことの分かった老人が似合わんこんな祝い物を、まんあ、さっきせんべいやった。せんべいとまんじゅうの組み合わせ、あしかも おかきなんですけど、これはせんべい一袋とまんじゅうの組み合わせ、これには何か司祭があるに違いない。ちょっとこら一つ考えてみなあかん。あ、溶けた溶けた。これは嫁と婿の幾久しい長生きを祝しまして、鶴は千年、亀は万年、いや鶴はせんべい、亀は万十ということじゃわいな。30年のね、なかなかのんきな世界でございますけども、はい、それではもうぼちぼち咲いてるようでございます。そうですね、今年は早いようでございますね、はい、桜でございます、はい。
世相のおかげでね、世情のおかげでですよ、社会情勢がいろいろ変わりますと、お前で言ったらね、まあ、昭和天皇が亡くなられた時とか、それから東日本の震災もあったし、それから阪神淡路の震災の時もあったし、いろいろあの催し物が中止になったり、それから鎮座さんをね呼ぼうと思ってやっぱりやめとこう、ちょっとこういう時不謹慎だとかいうのがあって、ずらっとこのキャンセルがあるわけでございますけども、でキャンセルがあってね、もう大体それでもうゆとりのある人はそれで落ち着いてる芸人さんでもね、ゆとりがあってはその奥さんがスナックをやってるとかねスナックやスナックも大変やからよ、なかなかお客さん来へんよ、奥さんの実家がゆとりがあるとか結構あるんです、奥さんの実家が裕福であると、 ある落語家さんなんかは奥さんの実家が、かっぱえびせんや、カルビーの社長の娘、これあんま言われへんけど、めっちゃ言うとりじゃん、言うとりやん、楽勝な人生、あなたは好きなことだけやる、でもまあ僕はねよう考えたら、例えばあの西成の萩野茶の方で回ってても、パチンコ屋の宣伝で、お前ともパチンコ屋なんか全然もう出えへんやないかとか言われながらも、言われながらもお前やるわとか言ってね、道端で寝てるおっちゃんからね、缶コーヒーもらう、ね、それからまんじゅうをもらう、お金はこれを使って100円もこれ、でこれがね、結局芸人さんの本当の姿なんですね、これ、こんな豪邸に住んだり、外車を買ったりとか、クルーザーを買いましたとかやってるけど、原点はこれなんです。で、もう暇やな暇やなとか言ってるね芸人さんもいらっしゃる、人材でもそうですけど、そんな言うてる暇があったら、世の中のね太平を願って、ね無病息災を願って、うろ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 しとったらいいの、姿見せとく、金を鳴らしたら悪魔退散、太鼓を鳴らしたらね、貧乏神も煮えてると、そういう気持ちでさせてくれるような行為をしなきゃね、でそういうことでもうワンステイやったらいくらとかそんなんね、朝起きたら夜が明けたらずっとやってたらいいのよ、ずっとで、お呼びがいやそんなのあいかんと、ここでちょっとしばらくやっといてって言われてやるのが大体そういうもので、たまたまいつも缶コーヒーとか、あ賞味期限のわからんパンとかもいただきましたし、今日はこうやっておそらいのもいただきましたし、非常に素晴らしい、ね、でも気持ちいいよね、これなのかな、もう生きていってるだけでは上手なんですよ、たまたまこう、ね、金が発見ばればなかったも、それが本来の姿でございます、でそういうことで、まあ、世の中が、まあ変わりますと、またいい時もありますけども、それでおごり高ぶったらかんですね、我々もね。それじゃあ、スモール行きましょうか。はい、ね、はい、明日はどうなるか、ちょっと言いましょうか。やってみます。
ありがとうございます。三谷に告知。あ、
で写真を。